ゆずきん TV のゆずきです。ってことは、ということで、今回は、フォートナイトクルー買いましょう。それで、アリーナ行ってみたいと思います。フォートナイトクルー&アリーナ、コラボが無双だぜ。名前は、シエラですね。シエラ。で、リュックの名前。リュックはな、シエラのコーバックっていうバックですね。で、トラッシュは、セレイテッド、スチールブレイドっていう剣ですね。はい。ということで、この、皆さん、フォートナイトクルー、どれかしらお願いします。フォートナイトクルーは、これですね。これです、フォートナイトクルー。フォートナイトクルーの理由を説明すると、月に1000Vバックスもらいます。で、フォートナイトクルー買うと、これをゲットできます。で、あと3ヶ月後とかに、こういうツラシがゲットできるという設定になってございますよ。どうや？アリーナ、レッツゴー！はい、行きましょう。早速ですけど、ポケを踊ります。行くよ。覚えたんだよ。せーの。てってって、キューン、キューン。やっほー、見て、くにゃ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 。さて、どこ行きましょう。アリーナだから、案外、リテルローでも行くか。これね、ソロだと思っておけばいいんだ。うん、そうやったら多分勝てる。ソロだと思ってたら勝てる、多分。僕の家、今回もみんな取るなよ。俺の犬はあそこと来ます。効果俺、うますぎは、うますぎじゃない。うまくない俺、効果。うまい気もするし、下手な気もする。だって、いやなぁ。アリーナポイント3460です。えい。えい。そんなことが出たん？え、何が出たん？サウマシンガン？多分そうだね。ネボっぽい。ネガボッチか。まあ、許してあげよう。許してあげよう。2個あるってことだ。俺の家もう終わり。リトンチいいか。多分ここ敵おらんですよ。おらん。おらん。入ってないってことはおらん。もうなんで。
パパがね、3段を合格して買ってくれました、このポーチレート。頑張った3段。3段買った日、3段になって、買った、ちょっと開け、買った。時にはとってます。それからちょっとナルトが出た頃に今撮ってます。はい、ナルトのスキンやってる時に今撮って、これ上がってる頃にはもう多分ナルトのやつは多分上がっているでしょう。多分編集の実力が必要だった。乾燥してる。まあレンガと木乾燥したら線になるから大体次第は変えるな。レンガと木を先に乾燥した。鉄はもうまったりまったり乾燥させる。普通のアサルトレン、スイッチのアサルトっちないか。はい、ないと言っています。この家クビこの家クビないから、この家クビで、こっちの家にあったらこの家をクビ。こうやってさっき言ってくれてたらいいんだけど。はい、あなたの自販機はもうあなたはクビです。壊してありました。じゃここに普通のアサルト、おお前のところはクビじゃない、偉い家としてやろう。そんなこと言ってる間にアンチが来てしまったじゃないか。車、え、ちょっと待って、ガチ車ない、ほんま知らないね、クロッチ、ダメかかったんだ。あれ、え、なんで行かれへん。やアンチみたい。早く元のタイヤを崩したい。パープレーだ、これだ。オーケー。オッケー、シュート終わり。やったー。ちょっと待って、こんなもんないの。あ、うんち、あ、うんち、あ、うん、あ、うんち。ちょっと待って、クロマチ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 、アンチッチで行くと、よっしゃー、まだ行き着く。1キロでも俺からしたらでかいよ。皆さん、フロスライスも良くないですか、このクルーバックの。ほら、いい音でしょ、シャン。
後でこのボタンを押す。みんなフォートナイトクルーが好きな人も高評価です。フォートナイトクルーが嫌いな人も高評価。フォートナイトクルーが好きな人もフォートナイトクルーが嫌いな人も高評価。よろしくお願いします。シクヨロディーシクヨロディーやらしく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 OK、この人は今度、フォートナイトでイカゲームの動画も撮ってみようかな、イカゲーム、うん、イカゲームやってみたっていう動画なんか良さそうじゃない、うん、イカゲーム最近人気だし、フォートナイトでも最近人気だからなんかいいかな。いいよパパ、パパ資材見て全部乾燥してる。こうしとこ。皆さん武器こういう感じにした方がいいですよとかそういうことがあったらこの回ごとこの回は変えた方がいいですよとかそういうことはね皆さんコメントに書いていってください。よろしくお願いします。僕がこのフォートナイトというゲームを成長するためなので絶対この試合ビクロできたらほんま神回だよ、うん、これアンチ張れたん絶対、うん、ちょっとだけ削りたいなパパ、うん、だけど我慢みたいな。OK めっちゃあそこにターンあるけどいいこっちから来るとしたらバンバンバン。もうジャンプで。これ。ふいふい。あれじゃない。はい。ここに。アンチ入ってる神や。で、敵はあっちらへんからタッタッタッて走っていくところバン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 。車やったらそれダメに。ここら辺にミニポとか置いといてさ、それ敵来たところバンとか。いけないかな。チャグスプここ置いといたりして、来たらバンバンって。
今日俺。俺今日うまない？ねえババ。アリーナでな。自分でも驚きパーティーなんやけど。俺ガチビクロイいけんぞ。神やけどこんなところで聞くと出るとか。俺ほんまビクロイできるかもよババこれ。めっちゃ緊張してきた。深呼吸深呼吸深呼吸。はい、どうかい。で、僕また調子乗っちゃうからちょっと落ち着け。こんな勢いできるからって俺ちょっといつも調子乗っちゃうからさ。今日は調子乗らないように皆さん頑張るので、皆さんほんまに、いや、さっきの作戦うまくいったかな。こういうなんか草むらで隠れてる暇な時ねに言うけど、僕好きな YouTuber さん最近はハルキオさんとレジェコンとゼルフィーさんかな。この3人が好きです。たまにキャプテンさんも見るか。まあいろいろ見ますね僕。ハルキオさんが特に最近めっちゃ見ています。もう600円になってるんやけど、安っ。カワンババ。このバンドなんかもう600円になってる。あ、じゃあゆずきがナルト買ったから残り分のカカシ代だけやから600円やろ。カカシ代？カカシ？ハタカカシ？1500円なら600円ないけど。だからセットやから。うん、分かってる。安ない？安くなってるやん。ナルト買ったからな。カシ買う？ん？カシいる？うん、いるよ。買っていいよ。いいの？タカシでも一回やってみ。オッケー。え、こういう。バンドルコン。え、これで購入でいいか。うん。リクエストの回数な、これ。やったよっしゃー。だけど、700ウィーバーカスになっちゃった。ちょっと待って。一旦ちょっと待って。帰るわ。タカシ。タカシで、どうする？アリーナ。アリーナ。スタイルチェンジめっちゃかっこいいのあるやん。うん、これにするか。一回切ろうか。じゃあ。次はこれでアリーナって感じ。見てください。